ミューミックスポットラディオ、皆さんこんにちは、大熊ゆかりです。寒さもずいぶん和らいできましたが、いかがお過ごしでしょうか。今渋谷駅の周辺がこう大工事を行ってるんですよね。で先日目的地の地図は持ってたんだけど、もう渋谷駅の中でも今自分が何口にいるのかわけわかんなくなって、ぐるぐる回ってるうちにもう30分もね迷っちゃって、今度夜飲んで遅くなったのでタクシーに乗って帰ってきたんですけど、あれそういえば引っ越してから初めてタクシーに乗るなと思って、家の近所が一通が多いので車の行き方が分かんないんですって言ってね、運転手さんに言ったら、いやちょっと自分もその辺詳しくないから、じゃあナビで行きましょうって言って住所を入れてね、そしたらね家から歩いて5分ぐらいのところまで来たら、あれナビに道がないって言われて、もうどうにもならなくて、結局ね夜中の2時ぐらいにもう走って帰ったんですけど、散々なでした。そういう時もありますね。さあ今回も素敵な曲をたくさんお送りしていきます。まずはアイドマピークでプリシラ。コーラスが心地いいですよね。そしてこちらは女性アーティスト、イリアとカナデで愛を心の真ん中に、愛は心をまん丸に。愛を心の真ん中に、愛は心をまん丸に、これもあげる、あれもあげる、大切なものはそんなに多くないから、あなたを受け、私を受け止め、愛には自分よと他人よなんてない。辛いことを避けて取れたらいいのにって君は言ったよね。
私はね苦しんだ分悩んだ分ね幸せになれるって信じてる人にどう思われるかより大切なことがある人と比べることよりも大切なことがある愛を心の真ん中に愛は心の真ん丸に声もあげるあれもあげる大切なものはそんなに多くないからあなたを受け入れ私を受け止め愛には自分よと他人この声と歌い回しのなんか独特な存在感がとっても印象的です。そしてもう一曲、バラードをお届けしましょう。奏風美でエンドレスストーリー。The General Standard で3つブランニュー
この曲を聴いていると力が湧いてきます。誰もが生まれた時は未知の可能性を持っているんですよね。それをずっと信じていきたいです。そしてもう一曲、こんな歌も似合う季節になってきたかな。ソーダファウンテンズで春に咲く恋の花。ゆかりんのこんなテーマで選んでみました。前回のオンエアでまたマラソンを走りますっていうお話をしましたが、やりましたよ。はあ、終わってよかったな。ほっとしています。新宿シティハーフマラソン2時間20分でまあなんとか完走しました。前日雨が降っていたんですけど、当日はねすごくいいお天気で、私が走る9時頃にはねもう雲一つない青空で、気温も高くてとっても走りやすかったです。だけどきつかった。国立競技場からスタートして信濃町四ツ谷原宿を抜けてまた競技場に戻ってくるんですけど、まあやっぱり大都会のど真ん中を走るので交通規制を完璧にはできないんでしょうね。あの最後の方で何回か横断歩道で止められました。歩行者の方渡りますとか言われて、ランナーの方ちょっとすいませんって言われて、あのその場駆け足をねしたりっていうのがありましたけど、まあでもこの大会は新宿区がやってるので、あの地方の大会のように親しみやすい感じはあるんですよね。例えばあのスポンサーもね地元の食品スーパーだったりね、マルショー食品なんていうゼッケンをつけて走ったり、私の前を走ってた人が突然沿道にいる人に向かって、ああ昨日はどうもとかってね言ってたり、以前はあの新宿区役所っていう多分役所の方なんでしょうね、あのタスキをかけて走っていたりとかね。この国立競技場を走れるのも今回が最後。ああここで
1964年の東京オリンピックがあったんだなとか、そういえばお正月天皇杯のサッカー見に来たななんてね思ったら、ちょっと選手のようにゴールしたくなって、多分大型スクリーンに映ってるであろうと思い、両手を上げてね、あの優勝した人みたいにゴールしました。あのいつも恥ずかしいんだけどね今回はいいかなと思って。で、この大会が12回目だそうで、私がマラソンを始めた次の年から始まったんですよね。で、第3回目までこう連続して出場していたんですけど、まあそう考えてみると、私13年なんだかんだ言いながらマラソン続けてるんだなってちょっと感慨深いものがあります。今ソチオリンピックで盛り上がっていますが、スポーツってやっぱりもう理屈抜きで、苦しくても頑張るとなんか体のどこからか力が湧いてくるんですよね。だからやめられないし応援したくなるのかなと思います。といったわけで、今回は力の湧く曲をご紹介しましょう。まずは羽田空港でガッタファイト。リズムを聞いているとじっとしてはいられないっていうか、何かやらなくちゃってこう煽られているような気持ちになります。そしてもう一曲、やっぱりこんな風に生きていきたいですね。中川敦夫で陽気に生きよう、この人生をさ。好き
パブレディオいかがでしたか。この番組では皆さんからのコメントをお待ちしています。ユミックスのツイッターからまたは私のホームページから、メール、ツイッター、フェイスブック、どちらからでも OK ですのでコメントお待ちしています。そして私のライブのご案内です。2月の28日の金曜日、渋谷のウエステッドタイムでピアノの弾き語りライブを行います。オープンが18時半、スタートが19時半。ぜひ見に来てくださいね。最後に銀河スープの547マイルを聞きながら今回はお別れです。ああ、またオリンピックが始まると寝不足の日が続きそうだな。でもね、みんなで日本人選手を応援したいですよね。お相手は小熊ゆかりでした。それではまた、バイバイ。声が聞こえたなら、また君の街にも届くから、雨雲吹き飛ばし、晴れ渡る空の上、僕は思う。辛いこともやっぱあるけれど、君の笑顔が世界の喜びを伝える。君の涙が乾くなる、また耳を傾けてほしいよ。いつもの景色
ミューミックスポッドラディオ。